ビルズ・スタジアムはアメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー郊外のオーチャード・パークにある球技場 NFL のバッファロー・ビルズの本拠地である NFL の規定でスタジアムの収容人員は5万人以上と定められているため1970年の AFL から NFL への合流に際し本拠地のウォーメモリアル・スタジアムが規格外となってしまったビルズのラルフ・ウィルソンオーナーは シアトルやタンパへの移転を示唆するも、エリー軍が譲らず、1972年に、オーチャードパークに、新スタジアムが建設されることになった。当時では珍しかったスタジアムの命名権も募集し、バッファローに本社を置く、食品企業のリッチ、プロダクツと25年に150万ドルの契約を結び、1973年に、リッチ、スタジアムとして開場した。 NFL のバッファロービルズの試合だけでなく、ドラム校の世界大会なども行われた。1999年からは、バッファロービルズのオーナーのラルフ・ウィルソンにちなみ、ラルフ・ウィルソン・スタジアムとしていた。ただし、依然として、スタジアムの所有権は、エリー軍にあり、バッファロービルズは、レンタル契約により使用している。また、2008年1月1日には、 アメリカでは初めて屋外での開催となる NHL、ウィンター、クラシックバッファローセイバーズ対、ピッツバーグペンギンズ戦が行われた。2012年、バッファロービルズとリース契約を10年に延長した。2016年8月には、バッファローに本社を置く、キャップメーカーのニューエラキャップカンパニーが、命名権を取得し、ニューエラフィールドとなった。2020年7月15日、 ニューエラからのネーミングライツ契約の終了の申し出により7月24日でスタジアム名を変更することになった。なお、ビルズは新しいネーミングライツ先が決まるまで暫定措置としてビルズスタジアムとすることを発表した。風が強いことでも知られており、これまでこのスタジアムを本拠地とするビルズのプレースキッカーでプロボールに選出されたのは1988年の スコット・ノーウッドただ一人である。ありがとうございます。